いや、皆さん元気されてますか？うさぎでございます。今回も話していこうかなというふうに思ってます。ということで、神谷宗平さんのですね、元公設秘書の方が知事ということで、週刊文春の方がですね、まあ、トースポウェブの方でもですね、まあ、圧倒的に、なんて言うんですか、まあ、関係がなかったと、調査した結果何もなかったということでですね、まあ、ちょっともう神谷さんもね、都民ファーストの会となんかいろいろとですね、まあ、応援説行ったりとかしてるんですよね。ちょっとで、賛成党雲行きが怪しいなっていう感じはしてますよね。この関係で。はい。ということで読んでいきましょうか。僕が党員じゃないとか、認知症だとか、とかということでね。昨年末、神谷宗平代表46歳ですね。元公設秘書 A さんがですね、自死していることが明らかになり、賛成党は衝撃が走っていると。週刊文春電子版でもですね、まあ、2月の8日の配信の関係でですね、生前の A さんが、今日神谷さんにね、ひどいことを言われて、もう本当に嫌になってきました、ということのメッセージがね、届いてると。で、まあそういったですね、パワハラとかその他もろもろしてたんじゃないかと。まあ職場環境がですね、あまりにもですね、やっぱ賛成党内部おかしかったんじゃないかと。で、もっと言うとですね、元関係者に関してもですね、神谷さんがですね、その公設秘書の方をですね、まあ何ていうか攻め立てるようなですね、言動があったと。ボードじゃないわ、なんだっけ、タウンミーティングですか、まあ政治資金パーティーのことだと思うんですけど。で、まあその、タウンミーティングの関係で、まあ売り上げが足りなかったと。ね、目標の金額にいかなかったということで、まあ A さんのですね、まあ責めるような発言がちょっと目立ったということだったんですね。で、まあそれがあったんだったら、神谷さん自身もですね、その他の関係で、A さんをですね、まあ追い詰める言動が少なからずあったんではないかということが、まあ明確に答えが出ているということでございます。で、まあこの件に関してですね、まあ賛成党内部の中でですね、調査した結果、まあパワハラ等のですね、関係はなかったということで、まあそういった、まあパワハラに近い言動をしてたのか、それともですね、なんか A さん自身は、のミスが原因で、神谷さんがそれをね、叱責していたのか。まあ、これによってはですね、もう全然話が変わってきます。だから、まあ、週刊文春のですね、記事が、正しいのか、それともですね、賛成党の内部のね、調査が正しいのか、そこがすごく問題になってくるということでございます。で、まあ、これだけですね、まあ、賛成党自身はですね、週刊文春と戦う姿勢をですね、まあ、指し示してるわけでございます。で、僕はですね、まあ、それをですね、裏付けするようにですね、元賛成党関係者の方々の意見も汲み取ってですね、話をしていかなきゃいけないと僕は思うんですね。特に今回のですね、週刊文春の記事っていうのはですね、その、誹謗中傷じゃないんだけど、賛成党の内部に、まあ、元関係していたですね、ミコネコチャンネルさんの、藤村さんですね、武田先生、赤尾さん、吉野さん、ね、で、まあ、その、太田さんだったりとかですね、もろもろいっぱいいるんですよ。ね。当初からですね、まあ、使徒さんもそうだよね、農業従事者の使徒さんも、ツイッターでですね、まあ、賛成党が言ってることに関しては、ね、きちんとした裏付けされたデータが存在してないということで、まあ、なんか、もろもろ問題があるということなんですね。で、まあ、過去ですね、まあ、賛成党が当選する国政政党になる年からですね、まあ、ずーっと言及されてきていたわけでございます。で、これは問題がありますよねっていう話なんですよね。で、まあ、今回、それがですね、まあ、表向きで言うんだったら、亡くなってしまった公設秘書の方が亡くなってしまったことによって、まあ、いわばその表向きになってた、今まで賛成党が包み隠してきたものがですね、表になったということだと僕は思ってるんですね。で、まあ、週刊文春電子版の2月8日の記事の関係でですね、生前は A さんが、まあ、なんか、そんなことを言ってたということでございます。で、言動に悩んでた様子をですね、まあ、詳細に、ね、報告したと言ってこられています。で、まあ、まあ、配信後賛成党に関してですね、A さんの自身の真相について解明してほしいということで、多くの関係者からですね、声が届いていると。で、黒ポチっていうのがですね、その異性離党とかその他もろもろの関係についてです。で、地方議員らのね、一斉離党っていうのがですね、まあ起きていたと、いうことを言ってるんですね。で、A さんの求心に揺れる賛成党なんだが、実は内部にもね、異変が生じていると。で、2020年と決闘後ですね、2022年賛成党の関係、参議院選ですね。神谷さんが国政に乗り出してですね、送り出して2023年統一地方選で100議席獲得すると。まあこれに関してはすごく、勢力を拡大したんじゃないかなというふうに思ってるんですが、ところがですね、今ね、地方議員が一斉離党を起こしているのだということを言ってるんですね。で、ボードメンバーの、なんだっけ、県議会議員か誰かだったよね。確か、川さんと、あと誰だったっけ、もう一人いるんですけど。で、その人がパワハラ調査と、今回の、何でしたっけ、東大規約の関係ですか、もろもろについて調べましたということだったんですね。まあ、ボードメンバーに所属しているからっていうことが、まあ、明確に答えが出てると思うんですけれども。
で、まあなんか調査した結果、パワハラとかですね、まあ登記役に関してもですね、その TBS が報じた内容っていうのが嘘があったと。で、登記役に関しては、その方、ちぐしるみこさんが、所属してる段階では多分1回しか変えてないっていうふうに言ってると思うんですけど、多分ちぐしさん自体はですね、国政政党になってから党内規約何回変更しましたかっていうことを累計で言ったんだと思うんですよね。それを文字化するとああいうふうになったというふうに思うんです。で、規約に関して2回3回変えてないというふうに、まあなんか言ってるんですけども、まあ僕の一番知ってる限りではですね、あの国政政党になった年、その段階ですぐに党内規約変えてるんですね。で、その後に、まあ多分なんだっけ、なんか記者会見の関係ですね。記者会見の時に、少なくとも年に1回しか変えてないという話になってですね。まあこの時点で、まあその過去、何回変えましたかっていう質問に答えてないわけですよね。まあ1回しか変えてないのか、それとも、もう僕が言ってる時点でもう2回変えてるのは事実なんで。で、まあ筑紫さんが言ってるんだったら多分その賛成とか国政政党になった段階で3回くらいは変えてる。まあ中のね、間の中で、もう1回変えてる可能性があると。で、まあ筑紫さんに関しては、自分が所属して、まあ地方議員になってから1回しか変えてないっていうふうにじゃなくて、多分賛成党は国政政党になってから党内規約についてを3回変えてるんだよと。ボードメンバーの承認を受けて3回変えてるんだよっていう意味で、まあ言ってるんじゃないかなというふうに思います。僕も詳細に関しては不明なんですけれども、まあそのもう調べる気もないんで、正直な話。まあ事実として神谷さんはですね、百田さんに対してですね、百田さんと厳正日本と武田先生をですね、貶めるような発言をしたっていうのはもう事実なので。で、そうでしょう。だって国政政党が、ですよ。まあ、もうね、神谷さんの動画見ていただければわかると思うんですけど、もうね、もう呆れて声が出ないんですけど、ごめんなさいね。厳正日本、G 党って言ってますよね、彼は。G 党。で、H さん。ね。で、まあ、武田先生と、なんかいろいろと話し合いをやってて、分断工作をしてるんじゃないかと。その関係で不信感を募らせていったというふうに動画の中では言われていたと。いうことは、もう明確に、動画の中で言われていました。で、この G 党っていうのはどこの G なんですか？ね。明確に答え出してないかもしれないですけど、百田さんと、河村隆さんはですね、武田先生と会ってる事実はないですよね。で、それが分断工作に繋がったっていうことの事実もないですよね。少なくとも、武田先生と百田さんは、去年の11月に初めて、電話で、なんていうのかな、連絡を取り合ったと。だから、神谷さんが言ってるように、分断工作に加わるようなことはしていないと。いうことは明言されてますし、もっと言うと、事務総長の有本さんがそんなこと許すはずがないんですね。少なくともこういうことがあるんだったら、そういった話ですね。特に、神谷さんみたいにですね、日本保守党とね、親和性が高いですよ。正直な話。保守側でしょ？保守政党でしょ？で、保守政党なんだったら親和性高いんだから、神谷さんが、もしね、ニュース朝8時の関係で、来るって話になってたら、もっともっとね、仲良くなってたと思います。正直な話、僕は賛成党はちょっともうこっち来ないでくださいっていうふうに思うけどね。まあ、なんていうのかな、同じ保守側だから、焦ってる気持ちはわかるけれども、それは良くないですね。プレミだと僕は思いますね。はい。まあ、それだけのことをやってしまったんじゃないかなというふうに思います。もう僕からは正直、もうお断りしますっていう状況ですね。はい。日本保守党の界隈にはもう入ってこないでください。で、もっと言うと賛成党支持者に対してですね、日本保守党の、支持者だったりとかですね、界隈に対して誹謗中傷だったりとかね、言うのはやめていただきたいなっていうふうに思います。少なくとも賛成党の界隈の中にいる人の中で、賛成党はいいって言ってるのに、日本保守党に対してはちょっと無茶苦茶な発言されてる方々が、多く色濃く見えていますので、そこに関しては変えた方がいいんじゃないかなというふうに思います。だから、神谷さんたちって、僕言いたいこと一個あるのよ。神谷さんたちって、界隈に対して注意喚起してますか？僕そこが一番全てだと思いますよ。界隈に対して注意喚起するんだったら、まだ僕は正解だと思いますよ。賛成党の中で、ね、例えばなんですけど、賛成党の支持者の方々いっぱいいますよね、投票してくれた人たち。ね、で、その人たちに対して、誹謗中傷されてると。ね、で、僕たちは賛成党の界隈の人たち守るんだって言うんだったら、じゃあ、少なくとも賛成党の支持者の人たちが、ね、他の界隈に対してですね、言及するのを止めさせるべきではないですか？無視しといてくださいと。連絡しないでくださいと。いうふうにね、もう返信しないでください。言わせとけばいいんですっていうふうに言えばいいじゃないですか。そうでしょ？少なくとも賛成党の支持者が、僕たちは攻撃してないのにもかかわらず、なんていうのかな、言われもなき言葉をね、言われたりとかしてるツイートありますよ。ね。だって、日本保守党で自民党となんか繋がってるんでしょ？あんだけ日本保守党は僕からしてみたら、問題があると。自民党おかしいって言ってんのに、
安倍総理が、菅総理がって言ってる人もいますよね。まあ、そうよ。少なくとも、安倍さんと菅さんは、百田さんを支持してるかもしれないけど、今の岸田さんと、ね、今の自民党を見てくださいよ。変えなきゃいけないのは明確に答え出てるでしょ。で、そのことについて百田さんも有本さんも同意されてて、そのことについてニュース朝8で、ね、発言されてるっていうのも明確に答えが出てるわけですから、正直な話で、なんていうのかな。その界隈の人たちのですね、まあ、言われなき言葉っていうのはですね、止めた方がいいと思います。で、それをやらないんだったら、それは追及されてもおかしくないですよ。自分たちの会話に対して注意喚起しないんだったら、自分たちは言っていいのに、やられるのはダメっていうのはおかしいですからね。それはもう議論になってないですから。言いっぱなしジャーマンですから、それって。ね。だからもう何でもありってことになっちゃいますよ。ね。そうじゃないでしょ、と。で、きちんと議論するんだったら、議論する窓口を設けて、ね、やるんだったらまだわかりますよ。その会話のここの部分はちょっと受け入れられない。じゃあ、あなたたちの会話についてもこれは受けられませんよ、と。ね、特に農業従事者の方々を貶める発言されてますよね。どう考えても。では、これで、自分たちが、間違ってたっていうね、農薬の関係とかデータ出すって言ったじゃん、アベプラの関係で。ね、にもかかわらず、その件について言及されてないっていうのは、僕からしてみたら、いや、その件、ちょっと足りてないんじゃないですかって話をしてるだけなんですよね。だから、別に僕、参政党のことについて、言及したいわけではないです。正直な話、あなたたちよりも日本保守党のことについて触れてた方が、再生数回るし、この時間を日本保守党の関係のね、資料だったりとか、もろもろのことで調べてた方が、有益なんですよ。だけどもね、僕はなんでこれ取り上げてるかっつったら、参政党と武田先生に対してね、好印象を持った、今、現、日本保守党のですね、支持者の人たちがいるわけですよ。で、少なくともその人たちは、あなたたちにやられたことっていうのをですね、発言されてるの。ね。それはちゃんと改善すべきでしょっていう話をしてる。単純に。一票をもらったんでしょ？その人の一票って250円として、250円か150円として、政党助成金のね、関係でお金もらってるんでしょ？一票投じてくれた人たちに対してそういう行為をすること自体が、僕からしてみたら国政政党として適切なのと、品格としてどうなのと、ね、議員としてそれって正しいのっていう話になってるわけなんですね。だからま、この件について言及、だってもう日本保守党の支持者の人たち何人もいるよ。いや、参政党に入れたんですけど、こんな政党だと思ってませんでしたって。ね、言ってる人たちいくらでもいるよ。コメント見てもらえればもういくらでもいるよ。もう二度と投票しませんって言ってる人たちもいますよ。ね、こんな問題起こすとは思ってませんでしたって。いや、だったらその人たちからさ、一票もらってるんだから、少なくともその一票に対してのね、説明責任を果たすべきではないですかって話をしてるんですね。ね、少なくとも疑惑をかけられた側なんだから、じゃあ、発言だけじゃなくて、こういう調査しました。こういうことやってきましたね。ね、まあ、なんかこういう感じでですね、聞き取り調査して、その時の調書も全部巻いて出すとか、それぐらいしなさいって話をしてるんです。少なくともあなたたちは、なんていうのかな、一票投じてくれた人たちからも疑惑かけられてるんですよって話をしてるんですね。まあ、コメント見てくれればわかると思いますけどね。はい。そういうことなんですよ。だから、藤村さんだったりとか、武田先生だったりとか、赤尾さんだったり、吉野さんだったり、そういう人たちが、今回こぞってですね、あなたたちのことを言及してるわけです。で、外部からで言ったら、立花さんに関しては、参政党内部の支持者だったりとか、党員の人たちから、提訴を起こされてるわけですよ。裁判起こされてるわけじゃないですか。で、これ明確に答えが出てるのにも関わらず、じゃあなんで神谷さんそのことについて言及しないのと。っていうか、今回なんでボードメンバーの人間が話をして、神谷さんどこ行ったんって話でしょ。トースポーの記事に関してはそのことについて全然言及されてませんよ。ね。だから裏付けもクソもないじゃん。どう考えても。なんか神谷さんがその件について発言して、党代表辞めますっていう話にするんだったら僕は、ああ、じゃあもうこの件についてはもう一向に終わったんで、じゃあまあ日本保守党のね、方に時間を使えるなっていうふうに思うからもしれないけど、少なくともね、神谷さんが党代表と党事務局の事務局長をやり続けるっていうのは、なんていうのかな、トラブルの中心にいる神谷さんには適切ではないという話をしてるだけに過ぎないんですね、僕からしてみたらね。まあ、どういうふうに受け取られてるかは知りませんが、少なくとも参政党は今、多くの人たちから疑惑というね、疑いをかけられてるんだから、参政党内部の人はですね、それを立証するための根拠を立てて、論拠、あ、なんていうのかな、そういった写真だったりとか、録音だったりとか、その他もろもろ出すべきだと思いまして、今回動画を撮りました。以上です。面白いと思いましたら、チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。以上です。